ビクトル・マヌエル・フェルナンデス・グティエレスは、スペイン・メリダ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、スペイン代表であった。ポジションは FW。1995から96シーズンは2部の CD トレードで10得点の成績を残した。1996から97シーズンはプリメーラ・ディビシオンのレアル・バヤドリードに移籍し、16得点と大活躍を見せた。 1999から2000シーズンは、上昇時とコンビを組んで13得点した。2000から01シーズン、プリメーラディビシオンに最小格した、ビジャレアル CF に移籍すると、2年続けて14得点と、安定した成績を残した。2004から05シーズンには、セグンダディビシオンにいたフルス・レアル・バリアドリードに移籍し、チームの中心として、ポリバレントな働きを見せた。 特に2006から07シーズンには19得点を上げて得点ランク2位に入り、2部優勝と1部昇格の立役者となった。ホセバ・ジョレンテとのコンビはリーグ最強と歌われた。2009年、セグンダ・ディビシオンに初昇格した FC カルタヘナに移籍した。2000年2月23日のクロアチア戦で、スペイン代表としての唯一のキャップを刻んだ。ありがとうございます。